常百越拳、あたたたたの、ファンクと、ジェッツ、コナカでーす。こんばんは、こ。今夜は、板橋区の大山で出会った、タイの輸入食品をいろいろ扱ってるお店で、いろいろ物色してきました。それでは早速ジャスティスですって、あ、いや、試食お願いいたします。まず最初はタマリンドジュースです。タマリンドというフルーツと砂糖と水を加えたジュースだそうです。甘酒みたいな匂いしますね。ちょっと飲んでみます。なんて言ったらいいんですかね。砂糖とあとザクロと片栗粉を入れたような不思議な味がします。ちょっと難しいですね。なんて表現したらいいかわからないぐらい不思議な味。日本語表記がされてないので何が書いてあるかよくわからないんだけど、このインスタントはなんだか美味しそうです。続いては焼きそば食べてみます。あ、カレー味ですね。じゃあ、いただきます。この、また鉄道フラッシュか。ここで説明する。鉄道フラッシュとは、あまりにも辛いものを食べた次の日に 100% 鉄道になることだ。辛っ。次のカップラーメンも日本語表記がされてないので、なんというカップラーメンかわからないんですけど、ゆむゆむですかね。とりあえずチャレンジしてみました。タイのカップラーメンは、ビニールを破くときに、裏に穴が開いてて指を突っ込むだけ破ける仕組みになってるのね。懐かしい醤油ラーメンの匂いしますね。じゃあいただきます。てか熱い。あ、これハマるわ。麺はそばっぽいです。続いてはサバトマト煮の缶詰を食べていきたいと思います。魚系はいい出会いがなくて、このサバのトマト煮の缶詰はものすごい生臭いのよね。危険なのよね。匂いがもうサバ臭い。もう生魚の匂いがする。これちょっと嫌な予感するな。あ、これ面白い。コンビーフの味ですよ。コンビーフの匂いはちょっときついですけど、味はコンビーフの味で美味しいですよ。こんばんじゃん。ジャックフルーツという缶詰を店員の人に勧められたんだけど、このままで食べれるタイの代表的なフルーツ缶詰らしいです。匂いがオレンジの缶詰あるじゃないですか。
あれの匂いがすごいするんですよね。見た目がタケノコみたい。じゃあ、いただきます。カット似てないジャガイモよりも硬いですよ。じゃあちょっと食べます。こんな味がする。あーこれきついわ。なんじゃこれ。ちょっと食べてよ、少し食べてよ。ゲリラかけてね、チン。どういうことだよ。俺の畑ではこんな腐った味の大根はできない。なあ、中ちゃん、本当にどういうことで。続いてはフクロウタケというキノコの煮た缶詰をいってみたいと思います。どうして水がこんなに何々まで入ってるの。入れすぎよ。ローションにまみれた貝みたい。ぬるぬる。続いてはこのフクロタケの煮たものを食べていきたいと思います。匂いが一切しないですね。見た目はなんかの貝っぽい、貝の具っぽいんですよね。ちょっと食べていきたいと思います。おお、すごい。食べた中にまたなんかキノコっぽいの入ってるんですよね。キノコの中にキノコってどういうことや。と見えますかね。キノコ食べた中にまたキノコっぽいのは本当だ。もうあっち俺ばっかじゃなくて、なんかちょっと食ってみよう。食って、おいおい、バイン。どういうことだ。あなたちどういうことだ。今回タイ料理をチャレンジしましたが、タイ料理最高。予想以上に美味しかったですね。やばいのも多かったですけど。それじゃあまた次回お会いしましょう。バイバイ。